後も防ぎても、勝った時はどんな気分、気持ちでした？ハッピー。いや、泣いてたね。子供がいるから頑張れる部分もあるのかな。うん、まあ、子供が勝ったら嬉しいですからね。お母さん勝ったらやっぱ喜ぶし、負けた時はやっぱカンナちゃんに負けたのって言ってて、なんで負けたの、なんで負けたの、答えたんですか、カンナちゃんが強かった、カンナちゃんにぶん投げられたんですよ。絶対お母さん業、普通のお母さんたちがこなしてる仕事っていうのは多分私できてないので、前を向いて突き進んでいく、トレーニングをしていくっていう姿が子供たちにとっては当たり前なので、それを母親として、うん、もっとしなきゃいけないのかなって、うん、いやもう背中見せて背中見せて、ママかっこよかったよって、まあ、言ってもらいたいですね。戦ってるお母さん、うん、3.5万。じゃあ勝ってもしょぼい試合がしたくない、ありがとうございます。